はい、満を持して CS パッ TV 特別編試合解説、スプリングトーナメント試合、ついに決勝戦です。まあ、今回のゲストはですね、まあ、部活ご飯でもおなじみですね、このお二人です。まあ、リーといえばリーといえば皆さんもお気づきでしょう、ディクソンジュニアタリキ選手です。お願いします。ご存知、寝癖のエキスパート広島が生んだオフェンスマシン、もう今日も違う寝癖、ちょっと右向いて、あ、じゃ逆だね、ここ、これ毎晩毎朝違う寝癖の男、大浦蒼太です。まあ、大浦蒼太派か大倉蒼太派かでね、結構分かるんですよね、やっぱり。いやー、でもだいぶ大倉くんじゃないですかね。まあ、9-1で大倉くん、9-1だいぶ持ってかれとる。半分以上2もない。まずは日体大を下した筑波大、はい、そしてまあめちゃくちゃすごい勢いで上がってきた白鵬大、その一戦をこの2選手と解説したいと思います。お願いします。お願いします。テンション上げていこうぜ。イエ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 サインボールのプレゼントがございます。会場特権ですね。こっち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 、これ、誰も見てない。もう、まあ、しょうがない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 。でけえからね、勝ったね。もうアナウンス気合入りすぎて音割れてるもん。いや俺カイカイマジで、てか森下カイがちっちゃく見えるのやばい、やばいね。でもあれ2m、 あーカイカイ、おお、怪我するから、怪我するから、すぐ動きがもう謎すぎるけんな。カイカイ謎やばい、こいつ足速っ。だいぶ歩いたね。取られた、取られた、取られた、蹴る、うわー、3年とは思いませんだって。うまいね、同級生だよね、ディクソンは。あさって3年生、そう、てるちゃん落ち着いてますよね。落ち着きがあるね。ディクソンと同じベテラン感が出たの。まだベテランと言ったらディクソンジュニアになりますよ。ディクソン、ディクソン、ディクソン、つなぎどころというかね、そう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 、それしか教えられてないね、高校、ここから、すみません、先生に、いつお前はみんなの潤滑油なんだよって。なんかシュート打ったら怒られてたんで、マジでつなぐだけなんで、シューティングしてなかったんですよ、あんまり。あ、もうそこまで、うわー、出た、入ってるね、出た出た、あの人、あの人ね、村岸さん、あの身長で能力って一番やばい、卑怯だよね、やばい、うわぁ、いや、森下がいるか、森下がめかして、やばい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 、決まっちゃうから、決まっちゃうから、カイカイ、やばい、やばいね、やばいね、体でもう静止、静止に行こうってる。そうっすね。上半身の重みで、上半身で、鬼の上半身清掃としてる。いや、攻め上がれて、お前がエースだろ、お前だ、お前だ、いや守り方だるいな、終わった、終わった、うわぁ、うまいな、うわぁ、いいよ、これうまいね、やば、シンパやっぱ高いね、でかい、でかい、でかい、マジで。俺だって、シェファー2年生ぐらいの時にリバウンド飛んで天井ついてたの見たもん、でかすぎたの、マジでバカバカでかいじゃん。まずキャラクターで言ったらバムがね、陽気じゃん。バム、そうですね。部活ご飯だけだってクーッとか言ってるんですよ。いつもさ、あれは。いつも。はい。そうですね。目離したらクリスもやばい盛り上がってる。そうですね。ずっとハンドシェイクしてるんで。ねえ。めちゃ面白いよね。カイカイがまさか外から前。あるか。わー。いやわあ、えぐいね。まあまあ、ちょっとずつ発光がね、ちょっとね、乗ってきましたね。カイが変えた、望む、うわー、うわー、決めるの、それ決めちゃう。前田君、何がすごいって、ああいうとこ、球際強いよね。いいですね。ちゃんと決めてくるというか、ちょっと構えそうですね、ここ発光。やばいな、これ決めたら結構でかいね。でかいね。誰が決める、お、全の先輩。
おー面白い。え、高校の頃、自分マッチアップしました。マジで4ポジ、身長が10やばいっすね、ね、はい、そんなでかいの。いや、まあこういう時に仕事するのがね、三浦って男ですよ。うわぁ、やばっ、痺れた。板橋追いついてきたね。え、同期や、3年生しんぺー、板橋全然喋ったことないけど、しんぺー。うわぁなんか、筑波秀英って結構ああいう感じガードのね、多いよ茨城ね。仕事人って感じの人多い。各チームさ、結構いるけど、あの2番手ぐらいのガードで能力あるんじゃなくて、結構その、そういう多分ね、熱い系のプレイヤーだと俺は思ってる、新平ちゃんのこと。オーラ君だってコメント欄で高1TV って見てる。出てますね。もう絶対雰囲気みたいな。雰囲気だ、いやおー、止めた。おー、いや、こういうの取りたい。うわー、はーい、誰だ。あー、アラヤさん、ワイルド。あ、この人控えなんだ、アラヤくん。アラヤくん知ってる？あの、DST で見ました。そうそうそう、めっちゃワイルド。ちょっと勝手に持ってるだけなんで、見た目の話なんだけど。あ、3年生同期だね、ディクソンと。え？ 3 年生？3年生。そうよ。あ、ディクソンが4年生だと思ってた。俺も4年生だと思ってた。俺逆にディクソン4年だと思ってたよ。顔、顔が見てるね。貫禄で。いや、もうマキさんはもう4連覇に向けて燃えてますから。うわぁ、シャーって腰がシャーって半端ねぇ。お、ルーキー誰？関谷心。おぉ、そうですね、スティールしましたね。頑張るね。誰がいる？いや、マキのポストアップはやばい。強いな、強いな。死しかないよ。おぉ、力が有り余った。期待すぎたね。パワータイプだからね、マキさんもね。もう当たった時痛かったもん。ちょっと痛かったです。マキ体強すぎて。強すぎてもう。やっぱ夫婦食べてるだけじゃダメだよ。夫婦だけじゃ勝てないですね。そうっすね。いやー、カイカイ。あ、そこもあるね。カイカイ VS だから。熱いっすね。カイカイだね。うわぁ、でかい。ブロックすごい。ゴール下のシェハをどうにかせんから。いやー、めちゃいい、シンペ。落ち着いてんな。いいね。いるだけで怖いね、シェハ。そうだね、そうだね。あー、心の武器。なんか、つくばが本来のオフェンスじゃない、ちょっとアップアップしてる感じが。そうですね、そうですね。いやー、リュウス、やばい、嫌がってる、嫌がってる。あー、甘いた。あー、チャンスだね。おー、熱い、いいね。ここでチャージ取るのは熱いね。未来が明るい選手ですね、すごく。イケメンだね、しかし。確かに、ワイルドだね。ワイルド。あの、顎ひげといい。顎ひげちょっと生えてますね。箱多いよね。アラヤくんといい。うん、流行ってるんかな。あり、ありなの、顎ひげは。誰がやる、最後。え、打っちゃうの？打つっしょ。マジ？マジ？おお、取れたんじゃない？取れたんじゃない？マスターダム初めて見たかもしれん、俺。どうすんどうすんの？クロックダウン。5秒だよ。いや、こういうのね、発行やっちゃうんすよ。やっちゃった。マスか、入るの？おお、ヒヤヒヤさせんな。絶対ハーフコートちょっと練習してるよ。練習しとるね。2体みたいにやるっしょって、ハーフコートショットやるから。やるっしょ、ジュースがけ、ジュースがけ、やるっしょ、言うたらもうハーフコートショットがジュースがけ始まりますね。練習後にもう誰かがもうやるっしょって言うだけでいいの？言ったら、はい、もう始まります。面白いな。主に4年生ですけど、1ピリ終わって、まあ、2点差、ハーフを途中から盛り返してきましたね。そうっすね、わかんないっすね、これは。キーマンはズバリ誰だと思いますか、ディクソン。さっき出てきたアラヤ。アラヤくんね。アラヤくんがキーマンかなってみたいですね。結構機動力あるからね。うわー、やり返された。だからこんだけお客さん来てて、選手もまあ、熱く戦ってる。
俺たちこのままでいいのかってまだ俺たちこのままでいいまだ上げれますか上げるまだ上げますまだマックスじゃないまだもうギア3ぐらい全然出してない全然出してない全然出してないね心は、ね、結構1年だけやりたがるねいいねこういう引っ越した場面でやりたがる選手好きですよ熱いっすね熱いお背負う背負うワイルド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 いやワイルドゆえにワイルドさん。でもワイルドです。ワイルド。松脇さんに2回ぐらい。まだよ、こういうワイルドさんがいないというエピソードで、一回履いたパンツ全部破ったから。めちゃめちゃワイルドじゃん。もう。あれ3じゃなかった？3ですよね。お。うわ、マジか。いや、やりますよ。どうなの？ワイルドすぎるレイアップ。そのレイアップはワイルドだよ、ね。回すね。結構回した野生感じたっしょ。ワイヤ実際すごいよね。なんかフィニッシュ強いしタッパあるし走れるからね。そうですね。でかいのに走れるのはちょっと嫌です、うん、相手からしたら ねちょっとまあニッツクとかもこの間の試合もだけどちょっと誰にやられたみたいなあったりする。まあ大体は山口増田とかですかね。山口今年入ってもう要所でめちゃ決めてくるよね。そうですね。えぐいあれは勝負強いっすね。一回なんか出たとレブロンまた最近出してる。あ、違う色買ってる説。白黒買って足変えとんだね。あ、かなって思ってああいうやつなんかと思ったけどやっぱでもレブロン自体があんなのも入ってたって入っとったね、確かに、うん、ワッシュもね、入っとった個々のこだわりが出ますよね。オーラスは自分は帰りあれなんぼ ?3?4? 帰りか帰りバッシュの話してる間にねやばいことが起きとったね。すごいビッグショットがわあ落ち着いてる。ワンワンにね定評がある二神ですから。もらい玉うまいですよ。もらい玉の1対1。でもディクソン結構友達多くない互いに。そうっすね。なんか試合中 話しちゃうっていうか。あ結構人当たりいいっすね。いいっすか。ディクソン、いやめちゃめちゃ思うもん。俺試合中ディクソンが笑顔以外でいたこと見たことないです。そんな半端ない。今コートに立ってるぜだとあんまいない知り合いは。まあ井上宗一郎とかも話しますし、テルは結構なんていうんですか、自分がだるがらにしますね結構。うわあ。失敗。うまい。ハイライトハイライト。ハイライト。今のハイライトっすよ。バスケ IQ 高いんで。いやそうね確かに。いや、板橋今日切ってやばいやばい。おーカープ俺バスケットで一番ワクワクするのは控えの選手が急に出てきてバカみたいに活躍するのがすげえワクワク。自分も結構好きっすね、そういうの。盛り上がるね。盛り上がる、盛り上がる。あるいや、ちょっとね、筑波が外だね、今日関谷君、何でも一旦飛ぶやん。運動量がいいです。運動量がすごいからもう。うわぁうわグッディやん。マジで止めた。やばい。それはめちゃめちゃグッディやん。これあるんじゃない、これあるんじゃない。うわぁうわぁナイスフォロー。誰ブラ。いや今日の箱って分かんない。前田さんがまあこれが前田である。あ、しかも先輩後輩っすかこれ。そうそう、東高校荒谷くんと。ほんとだ、東北なんだ。やっぱでも、そういう選手が関東で活躍するとさ、東北の高校生の憧れになるじゃん。めちゃくちゃそういうシステムはすごいいいなって。まあ、きっとディクソンももうチューブ第一のね、あ、欲しいなってるのが今の子たち。おかしいなぁ、今日出てないなあんまり。チューブといえばディクソンみたいな。全然顔とかわかんないですけど、名前だけ聞いたことあります。うわーやばい、取られた、取られた。行くよ行くよ行くよ。コカロン、コカロン。一回戻して。コカロンっていう絵本があるよね。わかんない。カタカナでココロン。わーグッディ、めっちゃ松田うまいっすよ、やっぱ松田講師に当たって最強だから。うまいね。うまいうまい、本当にうまい。ポストプレーやばいもんね。それそれ、こう入るのね。あーわーあれ、はい、入る入らないの中間取ってきたね、マジで。レア、レアケースです、これ。うわー引いて引いて
見てたらあいつ。あ、ギターか。ギター弾いちゃった。やってた、しかも。そう、乗る人強いマジ。おお。バチバチやん。うわー、返すね。これが増田ですよ。やっぱ増田さん返しますね、こういう場面で。シンプルシェフだね。そう。でけ。でけ。簡単じゃないっすね、やっぱゴール下、あのサイズがいると。あとオフェンスの思い切りがみんないいよね。もう打つとき打つし、行くときは行くし、行け、外してもシェフいるからね。最近も電話してます。どこ行ったの？広島の企業行ったの。あー、うわー、でかいわ。そこにはシェフ急騰心ぐらいあるの？ありそうやね、ほんとに。おー、これ走るよ。中学バカ速いから。速いっすよね、あの人。あの人とか言ってしまった。マジ普通にオンボールというか、シュート入った後のオフェンスでもブレイクみたいなスピードで行く。うわー、サンキューね。誰で行く、誰で行く、誰だ。いやでも、いやー、てるちゃん、てるちゃん。いやー、かいくんポップ、てるちゃん。マジ、おお、おー、取る、取って。うわ、エモ、エモ。うわ、でかいな、つくばみんな。それな。つくばみんなでかい。でかい。サイズって正義だよね。もう正義ですよ、サイズは。90抜いても90出てくるもんね、つくばの場合。それ、それ。速い、速い、速い。足速っ。あー、ワンチャン。あの、誰が予想したでしょうか、正直なところ。白鵬がね、9点差でリードしております。前半ちょっと振り返ってどうすか、Dは。DJ どうすか、 DJ。 そうですね、結構白鵬が波に乗ってるっていうか、つくばもなんかやりたいことあんまやれてないって感じです。ちょっと後半もね、こういう話をしつつ、そうですね、試合も改善しつつ、はい、やっていくんで、よろしくお願いします。お願いします。やっぱ DD が一番低いみたい。ディクソンドライブ最近出せてないね。最近出せてないですね。 DD 行く前に取られてる可能性ある。そうね。あれ、あれ相当ね、スカウティングされてるから、ディクソン。ディリだって、筑波戦とか、うん、吉田先生、タイムアウトの時めっちゃキレてたもん。ディクソンを止めろってことだよ。絶対ウソ。めちゃめちゃ吉田先生、ディクソンのこと好きじゃん。あ、確かにね。この間、やられてるんで。これあるよ。いや、相当守られてるわ。軽っ、シュート。軽いね、軽い、打てる、すぐ打てる。わー、でかい、チートや。わー、それは村木、ちょっとファールしたのにね。今、ま、ちょっとあの、ちょっと抑えた。巻いてた、巻いてましたね。でも、守れない。高さがやっぱ、もうどうしようもない。ちょっと箱硬いな。でかいよ。絶対今吉田先生だよ。間違いない。俺もちょっと思いましたよ。ほんま飛んでった先がもう吉田先生しか今めちゃめちゃシュールだったけどね。シャツが高校だったら怒られて交代する。でも交代した。あ、交代した、交代しちゃった。今怒られてるかもしれない。さすがにね。いや、乗ってるね、白鵬が。ちょっと苦しいね、点の取りどころがね。ちょっとディフェンス一回頑張って止めて連続得点とかしないとね、きついね。うわ、いい D。 いや、ハヤト嫌がってるね。ハヤト嫌がってるわ。うわ、いや、井上、お前の戦場は中だ、中やれ、そう、そう、お、あんの、うわぁ、ワンハンド、ワンハンド。完全に井上結構バチバチあるからね。熱くなるからね。熱そう、熱そうだね。熱そう、あ、あるわ。あー、あー、めちゃめちゃ痛い。ダンクで持ってたらやばかったね。ダンク行くかと思ったね。だから禁止だから、裾はしまおう。バリバリしてたけど。うわ、あれ持ってる。ツー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 、やばい、ね、踏んじゃったけどさ、あそこら辺持ってんのやばいな。あの高さで外持ってんのやばいわ。いや、ナイスアタック。怪我がちょっと、マキ、流れを変えてくれ、マキ。
うわいやグッティーグッティーだね。あ、やばい、またやっちゃった。外れた外れた。あ、やばい、え、どうした、マジやばいんじゃない、どうしたの、膝怖いだから、だからうわですね、やばいっすね、ちょっと膝はちょっと怖いよね、本当に膝って、あの怪我した時の初期のなんて歩くとか激しくそのままプレーするとかで結構その後変わってくるらしいよ。だからちょっと気をつけてほしいなと、カナさんとか。そうっすね、怖いね、怪我はマジで危ないね、膝ゾーンできません、筑波が、筑波のゾーンとかやばいマジかあ、入ったと思った、いやー、皆さん気づいてますか、のぞむくんがさっきからグッティ取り、いいグッドリバウンドをね繰り返してるんですよ、三浦くんが。確かに、わー、まっ、うわー、キングなんです、キング、硬い、おー、おー、走りたいね、走りたい、持ってけ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 、また、マキさん、マキちゃん、マキちゃん、わー、練習した練習、結構練習したの、カルロス熱心だね、そうだね、いや、入るんですよ、この子、うわぁ、手筋ピーン、うわぁ、はい、やばい、やばい、うわぁ、やばいね、やばい、まっちゃん、やばい、鳥肌、めちゃめちゃでかかったね、今、うわぁ、うまいな、マジで、あー、もう一回待てる、あ、これピー、遊んだね、ちょっと、うわぁ、マジか、やば、あれっすか、俺でも、正直こんな押されてるツッコも初めて見た、ここ数年で、自分も入学してから、うん、あんま見たことないですね、それぐらい今の白鵬がバランスいいし、めちゃめちゃ勢いあるっていうことだよね、勢いやばいね、マジでやばいらしいっすね、てる、トロトロ、しっかり、やっぱ自分たちのリズムで打ててないけさ、うん、ギター来る、いやー、伸びた、はやと、中川くんプッシュ早すぎて、え、攻めの時間長いっすよね、持ってくんの早いから、うん、後ろに蹴りくるじゃん、あ、うわー、やばい、押されてるね、で、これでフロリダがいるでしょ、相当余力あるよ、日体結構来てるよね、ほらそうだね、バムとかと、バムとクリスと仲いいから結構に、なんか栃木から来る、はい、すごい、まあ、寮出たらなんか新しいやつ、留学生いるなと思ったらブラだったね、ブラだった、ブラ仲いいね、何してんだろうね、部屋で、わあ、入んないね、入ってないね、いいね、来た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 、先輩、公立高校の星ドトールの合格に続く学園、いやあ、来た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 、こっからっすね、こっから、バスケットこっから、吉田先生のギアも上がってきたね、上がってきた、もうこれさせやむけど、ワイルド、ワイルド、マジ、わー、うわー、高い、わーさあ、高い、本当に高い、どうなる、走ってない、誰で行く、誰で行く、うまい、わー、わー、あー、ナイス、てる、うまいね、マジで、てる、うまいね、てる、やっぱうまいわ、くそー、テルテルとかダルダラにするっていうか、ディクソンダルダラにあんまり想像できないんだよ、え、結構しますよ、ねえ、一緒にいいしようぜみたいな、いやいやいや、なんていうんですかね、え、なんていう、そういうのじゃないですね、どういう、なんか、まあ、いじるみたいな、いじるみたいな感じです、あー、ストーリーとかにめっちゃコメントしたりみたいな、なるほどなるほどね、あー、出てきたね、関谷くんだっけ、ここで、ここで筑波秀英の新編
新平くん、新平くんも出てきましたね。松尾二人出てきたね。松尾平くん絶対嫌だから間違いない。絶対子供の頃駄菓子屋さんから行った。危ない、大丈夫か。主演だったら高校の頃ガードあそこマッチアップしてる可能性あるよね。テルも府中だから茨城で、茨城で、茨城、茨城じゃん。同期か。しかもそう再戦してる可能性あるよ。うわー、うわー、しびれるわ。うわー、すげえ。これがね、筑波にあるもんね。さすが。ラストベンチ乗りだぞ、日体のベンチ乗りちょっと出してこ、出してこ。いいっすか、いいっすか。ラストいいよ、出してこ。でも入ったらね、やばいね。じゃあカルスもちょっとそこに乗っかっていくわ。どうすんの、打つ。え、あんの。うわー、これ入ってたら出せた。熱いね。もう9点差か。9点差ね。いやでもね、多分筑波もよく守ってると思うよ。50点だし。筑波40点だもんね。いやおかしいよ、抑えられてる、ね、見たことない ね。まあもう4ピリ、もう優勝が決まりますね。そうですね、あと10分で。その前に広島のいいとこ、そうですね、温めてこ、まあやっぱり自分の住んでるとこ、まあ近くだったら、まあやっぱりコイン通りがいいっすかね。コイン通 り、やっぱお金作ってるとこあるんですよ。まあコイン通りもちょっとなんかあんま行けないとこもある、ちょっと危ないとこもあるんですけど広島が詰まってる、広島が詰まってる。コイン通りの中では結構暑い場所です。わー、皆さんコイン通りぜひ行ってください。7点差だね、これで。回るボール、うわー、クレバーボール回る。ペイ君、ペイ君、おお、通るね。え、マジ。うわあ、熱い。これ決めたのでかいね。うわあ、うまい、やばいね。セクシーですね。セクシーでしたね。セクシー、今のセクシーだ。あ、確かに、アイデアさん。はい。右サイドこだわるね。落ち着いてんな。ある、ある、ああ、いや、自分から取る。うわあ、素晴らしい。いいね、すごい。あごひげがいい。格好の強さ、仲の良さって言ってたよね。へえ、そうなんだ。やっぱ寮とかでもすげー、まあ、みんな知っているしって言うし。へえ、仲良くね。マジ、え、あ、こっからがバスケットボール。わー、貸してきたね。うわー、もう松田しかいないんです。うますぎる。ランニングプレーめちゃめちゃうまいもんね。ねえ、ランニングプレーマジうまいね。点の取り方やばいよ、ファールの前方もうまい。ここ決めるか決めないかでも結構ね。そうやね、変わるね。オーラだったら自分で行く。行きたいところではありますけど、増田が今点取ってるんでそこかなと思いますけど、やっぱり。で、このポップに出す、出さないか、三田並かのせか。お、かいかい、うわー、うわー、でかい、でかい、でかい、うーわー、うわー、かいかい、すげえ。めっちゃ嬉しそう、決めてきたね。あ、しっかり決めてきた。なんか俺、カイカイがメンタルトレーニング本とか出した方がいいと思う。やばい、これ追いついてきたね。面白いっすね、これ。すごいな、見てる側としてはめちゃめちゃ面白い。いや、エースがやっぱりね、決めてくる。スリー、うわー、かっけー、エースだね。今日も日本代表ですからね。そうですね、どっちもっすね。代表対決になったもんな、ね。
マジ？うわ、うわ、テル肩幅やば。ごついよねマジ。テルの肩幅やばいよね。すごい。すごいテル。あーやばいよマジで。当たりたくないもん俺。痛かった。痛いっすね。マキといい、スガワラといい。うわ。つくま相当やってますねこれは。トレーニング。やってますね。あ、カイカじゃないんだ。どこで行く？どこ？草髪。草髪のワンワンがオプションデッキになったんだね最近なんか。結構多い。あ、曲がった。あ、曲がった。いやーここ。守りてー。いやー、前だ。あたまぎわ、たまぎわ、たまぎわ強い。ある？まさか。いや、打っちゃうんですよ、この子。いやいや、プッシュしちゃうじゃん。あー、マス。マス？うまーい。これだ、どっち、どっち？したらでかいっすね。でかいね。神奈川、東海大相模、神奈川、東海大相模、神奈川、神奈川、相模原と同じ高校だよ。うわあ、わあ。あのバールの後のこれは痛いな。痛いっすね。マキさんが、マキさん頼む。いやでもね、のんちゃんディフェンスもいいよ。あ、そうなんですか。のんちゃんディフェンスもいい。さからめちゃめちゃ頑張ってたもんね、山口のとこ。はい、深い。真空だ。マジ？ある？テル。いや、まだ取れてる。いいね、テル。あ。いや。こういうの。曲がった。ちょっと取れたな。うわあ、ディフェンスいいね。よく守ってますね。そわそわするわ。激しい、激しい、激しい。こうしたらもう荒れますね。荒れる。あー、マキさん。いや、かかる。うわー、やばいぞ。何個目？シェア結構積んでる？ファール。なんかさっきの回収っぽい感じあるよね。さっきのマッカンとこをちょっと回収しようみたいな感じだ。まあ、ここでガードがどういうゲームメイクするか。バスケの面白いとこですね。そうですね。カローだったら我慢できるね、ハーフから打ちます。おワイルドっすね。弾運んでいきなりハーフから打ちますよ。首だね。めちゃめちゃワイルド。ワイルド。ウィークサイドか。誰で行くの？誰で行くの？どう行く？狭くね？狭くね？うん。そこ開けたかった。あーあー、まずい。開いてる。いや、カヤト全然点数取ってない。うん、マキよっ。うわ ー, あー拾った。いや、熱い。泣いちゃう。マジ泣いちゃう。わあ。まだ分からんからね。俺も気になっちゃった。激しいな。中川とか前田のとこ、中川と前田のとこ。クラッチタイム強いんよ、中コーナーでやっぱ。勢いあると。え？あ、時間使ってる？時間クロックダウンが普通に14秒からだから。でも使うんじゃない、やっぱり勝ってるし。そうやね。あ、なるほどね。いや、これ。わあ。取ろうぜ。よし。走りたい。あるあるある。全然ある。一人ない、一人ないよ。マキやるっしょ。マジ？え？テル？決めたいよ、テル。テールちゃん？入んない。テールちゃん？いや、時間使うよね。時間使いますね、これは。
周りはする時間じゃない。あ、やばい。わうわー、きついの。いやこれ今50秒弱、6点差。まあ、3狙うよね、当たり前で。しかも早攻めじゃないともう時間もないよね。きついね。でも 3M 入ってないもんね、つくばが。暑いですね。暑いですね。やばいな。あっちっちだね。もう白鵬が多分優勝したら初なんじゃない。あ、そうなんですか。まあ、あと50秒。もしかしたら白鵬大学初優勝かもしれません。初優勝。MVP 誰になるんですか。いや、まあ欲しいのもあるし、前田じゃないですかね。中野君も実際あるし、前田君もある。4年生は全然ある。あ、マジ。ギター、ギター、ギター。わぁ、実際のマスある。強い。わぁ、やばい。ファウルしないと、ファウルしないと。時間止めないとやばいよ。ファウルせ、ファウルせ。回るな、回るな。でもこれファウル溜まってないってのがでかいっすね。ファウルまだ1個、チームファウル1個だから。あ、そうやね。堅実なディフェンスゆえに。いや、すげえ、すげえバスケ。うわいや、やばい。もう待って、もう一回箱ボールしよう。箱ボールですね、もう一回。しかも今のがアンスポになっちゃうと次のファールの仕方がね、確かに難しくなるよね。いやー、初優勝あるね。ありますね。ビッグネームというか、高校時代有名人みたいなのはあんまりいないかもしれない。地方では多分、まあ、各都道府県ではすごい選手なんだけど、全国に名を轟かすような選手がいない中で、すごいね、マジで。そうですね。そうですね。サンキューね。でも今、箱をフリースロー3本連続落としてるからな。確かに。ワンチャン。ぶっちゃけね、正直まだ諦める時間ではない、ね。ないですね。ワンチャンありますね。強いっすね。強い。いやー、痛いな。めちゃめちゃ強い。確率でも結構自分も落としたりしますけど。ぐちゃん。あー、入んなかったな。すげー、ナイスゲーム。うわー。いやー、すごかったな。かっけーな。嬉しいね、嬉しいね、これ。お、男投げしてるよ。誰誰誰誰。新平君、新平君。いや、めちゃめちゃいい試合だったね。いい試合でしたね。なんかやっぱ発音の思いというか、危機迫る感じ、この大会にかけてきてる感じがすごい、もう全試合伝わった。We are the Soldier。 We are the Soldier。 解説ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、でも解説はどうですか、楽しかったですか。まあ、初めてだよね、こういうのは。はい、そうですね。リクさん、どうだった。あ、自分楽しかったです、めっちゃ。はい、初めて、なんかこうやってやらせていただいてありがとうございます。いや、こちらこそ、やっぱリクさんのあのぼやきツッコミみたいなものがね結構、タロウさん好きなんで皆さん、大浦君とリクさん、パムとクリスが活躍してる部活ご飯という動画がありますので、ぜひご覧ください。お願いします。こちらでーす。3、2、1、ダウンタウン。ちょっと相手のチキータね。ちょっとチキータね。もう一回、もう一回、もう一回お願いします。いや、今のでもう終わったよ。終わった、もう終わり、これでお前のその。おお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 お